皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日はね、翌日帰りってやつ、0時をね、またいで帰宅しました。本当はね、16日に帰宅できたはずなんだけど、まあ、17日になったよっていう、まあ、ただそれだけです。まあ別に、16日に帰宅しようか、17日に帰宅しようがいいんだけど、なんか予定があるとかじゃないから、日にちに関係はないんだけど、まあ、できたらさ、その日のうちに帰りたいよね、というのが、まあ目標なんだけど、家に帰ってきたんだよ、一回。だけど、動画を撮らずにまた出かけたから、っていうのが理由なんだよね。まあ、車の中でね、ちょっといろいろ作業もしてたからいいんだけどさ、なんか最近ちょっとね、予定が多いなと。なおかつね、なんだろう、地元じゃないところの仕事が多くなったから、ちょっと、地元を離れた仕事が多くなったから、最近地元の知り合いとも会ってないなーっていう。まあ、行こうと言えばいつでもね、地元に行けるから、明日も地元に行くし、地元どこだって話なんだけど、まあ、あまりね、個人的なことは言えないので、まあ、どっかの県だと思ってください。都とかじゃないから、どっかの県からどっかの県に今、移動してきてるって思ってくれれば。ちょっとね、体調は割といいし、メンタルも割といいんだけど、なんか余裕がなくなってきたなっていうのが見えてる。まあそれでもね、楽しく生きてるんで、ゲームやったりとかさ、本読んだりとか、美味しいもの食べたりとかね、まあ、アキラくんと交流したりとかしてるんで、まあ大丈夫なんだけど、なんともね、言えないよね。なんだかなというのが、ちょっとね、危ないなと思うので、まあ無理せず頑張りたいなと思います。ちょっとね、また時間があるときにそれについても語りたいなと思うんだけど。まあ、なんとなく察してはいると思うんだけど、皆さん。察してる人たちのね、話になるんだけど、まあ察してない人は察してないで、ちょっと何の話と思うんだけど、またちょっとね、お知らせをしなくちゃいけなくなったなと思ったんだけど、書くのがめんどくさくてね、なんかもうさ、お知らせ専用のさ、YouTube チャンネルを作ろうかねと思っているぐらいなんだけど、まあでも、大した用事ではないので、まあ本当に気になった人は、お知らせって何って聞いてください。ちなみに、多分、この、動画を聞いてて、お知らせを一回も受け取ったことない人とかいるんで、その人は、多分お知らせに関してはよく分かってないと思うんで、多分聞かれても困るっていうか、まあ、新規さんでね、お知らせ、私も聞きたいんですけどっていう人がいて、まあ、説明したんだけど、まあ、一から説明するのにめんどくさくてね、説明はしたんだけど、あんま伝わってなかったね。俺が半分しか言わなかったからかな。で、ね、ちょっと話はまた別なんだけど、ちょっと今日、昨日と、まあ、時間がないからね、昨日、今日か、と、時間がないから、ちょっとあまり長くは語れないんだけど、最近ちょっとね、ツイッターでね、変わった人を見つけまして、まあ、その人はね、いい人悪い人、別に分類するわけじゃないんだけど、なんでそんなことしてんのかなってちょっと不思議に思いつつも、まあ、親しい人にね、まあ、その人と繋がり合う人に、ちょっとまあ、どう思うって聞いたら、まあ、性格だよね、とか、まあ、ちょっと、かまってちゃんが入ってんじゃないかなとか、なんか寂しいんじゃないのとか、わくんたまに時間があるときに話しかけてあげないよ、みたいな感じなんだけど、そうだねー、みたいな感じで。なんて言うんだろう、気を引こうとしてるのかなっていうのがちょっと見えてるんだけど、あえて触れねえ、触れる方がいいんだなーっていう。なんて言うんだろう、触れちゃいけないっていうか、なんだろう、触れるとめんどくさくないぞ。時間があるときだったらいいんだけどさ、相手をする時間があればいいんだけど、なんか、下手にさ、時間がないのにさ、話だけ聞いてさ、ふーんちてさ、ねえ、突き放すのもかわいそうかなと思って、まあ一方的なね感情だからよくわかんないんだけど、俺が話してないからさ、まあ、本人と話す時間があったらちょっと本人と話してみて、どうしたの、最近どうしたの、大丈夫って、まあ今に始まったことじゃないけど、なんだろうね、その人はさ、自分に対してさ、誰に対してもじゃないよ、みんなに対してじゃないんだけど、なんだろう、自分のそのツイッターでのさ、ツイートに関してさ、嘘を混ぜ込んで、人の気を引こうかというか、そういうつもりないんだろうかもしれないけど、なんだろうね。バレてないと思ってるんだけど、まあバレてるような嘘をついて、みんなからどういう反応をもらえるかっていうのを試してるのか、ちょっとよくわかんないです。まあ今度本人に聞いてみます。聞けるタイミングがあったら、ただ、多分バレてないと思ってるから、バレてない前提で話しかけてあげないとね。バレバレの嘘は何なんて聞いたら、多分本人、あんまりいい気がしないよね。多分だって本人がバレてないつもりやってんだもん。まあいいんだけどね。あんまり触れない方がいいんだけど。まあ気になるは気になったからね、どうしようかなと思ったんだけど。まあそれはいいです。この話はちょっと長くなっちゃうし、
まあね、このね、もしかしたらトーク動画を聞いてる可能性があるから、その人が。まあ、聞いてたら、どうしたのって、思うし、なんか、私はこうなんだよ。自分はこうなんだよ。みたいなことを教えてくれると、まあ、いいのかなって。でも、その人もその人で、まあ、俺とあんまりね、なんだろう、積極的な話じゃないから、たまに、ね、お母さん元気ですかなんて来たこともあったけど、最近全然関わってないなと思って。まあ、俺がね、あまり人とのつながりをさ、増やさないタイプだからさ、あんまり増えないのかな。まあ、ちょっとね、今日も長くなっちゃったけど、こんな感じです。とりあえず、岡君は元気なんで、まあ、多分大丈夫です。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。